運形定規運形定規は曲線定規の一種。雲のような形をしている定規のセットでカナダドルにより曲線が自在に扱えるようになる以前にはよく使われていた自由曲線の作図用の道具である。運形定規はコンパスやテンプレートでは描くことのできない曲線を描画する際に用いられる。複数の曲線を持つ複雑な形状の定規が数枚で一組になっている。 作図の際、曲線を通過させたい点列のうちで、連続する4点に一致する部分を探した当てがい、中央の2点間に線を引く、という操作を繰り返して、曲線を作図する。最も普及しているのは、特に用途を定めておらず、全長十数センチメートル程度の手頃な、大きさで10枚程度がセットになったものだが、その他に、通常よりも曲線が多く枚数が少ない。 万能運形定規、大型のものを描く造船定規、円弧を描く鉄道定規、などがある。また、運形定規ではないが似た目的の定規に、任意の曲線に曲げることができ、描きたい曲線を自由に描いたり、連続した曲線を描いたりする自在曲線定規がある。以前は木製であったが、ほとんどが透明の合成樹脂製となっている。AB 雇用。 能力開発機構改底木工製図職業訓練教材研究会2007年6ページありがとうございます。